一つだけ言えることとしては、金は天下の回りもんかな。はい、じゃあ今日は、はい、まあ、職人って、まあ、言っても給料多いでしょ。50万以上稼ぐだろ、まあ、そうです、まあ、はい、うん、僕もまあちょいちょいもらってますね、やっぱり。50以上あるでしょ、はい、まあもう全然 50なんてもうへのへのかっぱす。本当そんなに、まあそれなりにもらってると思います、みんなも。あ、本当。まあでも日数も多いだな、うん、日数多いですね。まあ25日ぐらい働いてて、また6週間見たらこの間電話が出たのよ、6週間。マジですか。 YouTube のファンですそれおかしいんだよ個人的に言えるじゃないです。今日は、まあ、じゃあ職人、はい、まあ、結構稼ぐけど何に使っとるか、はい、はいはい、そういう話をちょっと聞きたいなと思うんですけど、はい、何に使うの。僕は基本美味しいご飯食べに行ったり服買いに行ったりしてます。わうわ女子か女子わうわお前は。僕キャバクラが一番でかいですかね何やっとんやん。てかキャバクラしか使ってないんじゃないですか今。そうそうでも一つはこいつ最近こいつうまいなの気づいた。絶対金持ってるやつを連れてくる。ああ豊かとかまあ確かにそうかも。豊かも動画出てると思うんですけど俺か口うまい。まあそうですね。うまいじゃないですよ、あげたんですよお前キャバクラばっかりってお前金使わないよ。いや僕金使ってないんでキャバクラって基本的に使わないですね、まあ、そうやって言われてみれば基本的に使わないです。使ってしまう。最近どっちかって言ったら多分買い物の方が多いっす服とかいや貯金はしてんのじゃん。それなりにしてます。でも買うとき買うんで。でもまあ 2,300 万以上あるから。だって使ってる最近。まあでも最近ルイ・ヴィトンとか買ったりしてるんで結構。いいな。俺よりいいもん持っとるでね、これ。ちょ、マジですよ、俺。ちょ、ほんとやな。お前らみたいな服とか買うの？ブランドも？まあ、高級ブランド。そんな別に高級じゃないですよ、僕。29? 僕、8、8です。8の9か。今年29になると、まだ8ですか。1個やもんな。そうです。はい。僕、この会社でもう7年か8年ぐらいで。7年か8年だな。で、20歳、多分20歳ぐらいです。だよな。はい。7、8年っすけど、まあ、見てきたけど、やっぱ贅沢になっとるもんな。贅沢ですね。だってこいつもだって俺があそこの焼肉屋高いっていうとこしょっちゅう行っとるもんな。そうですねあそこ高いで嫌だとか俺しますね。まあまあそうだな。あの美味しいもん食べたいっていう。お前別に食っとるいつもコンビニで食っとるやん。いや僕いつもカップラーメンだけなんです美味しい美味しい一番美味しい。ちなみにマッチョは彼女情報があるな。うちの会社入った時からずっとおるな。いますいます。もうすぐ8年ですね。8年。お前ずっと女なんじゃん。1回見ないじゃん。いや僕も今何人かいますね。いやまあね、でも女はもう寂しいもんね。金使っちゃうよ。使うっすね。なんでもう僕もう一人でおることがないですね。まず絶対誰かといるんで。ああそうだな。キャバクラ行くのもそうじゃないです。もう誰かと行ってて飯だけだったらみんな飽きるじゃないですか。また今日もミッチーと飯無理なんだけど昨日も食って俺別にゲイじゃねえしっつって多分言われちゃう。旅行とかも行ってますね。海外行ったんちゃう。そうですね、韓国行ってきましたね。行っとったよな。その前のあれも北海道行っても北海道も行ってます。女と。そうです。意味わからん。どうかんちゃん俺意味わからんマジでいいやろな。多分僕が多分普通だと思いますよ多分。いけましたちなみにお前貯金してんの。貯金っすか、うん、まあそこはちょっと僕もあんまり言えないですけどただまあ一つだけ言えることとしては金は天下の回りもんかなっていうはい、じゃあそんな感じ。そんな感じですね。そうですね。まあお金はまあ確かに稼いでる。まあ貯金するタイプもおりゃ。そうですね。足場職人飛びだからみんな金使いが悪いってわけでもないけど、はい、まあでも比較的うちはそういうなんか変なことをするタイプはいないよ。ないですね。そうですね。あんまなアホみたいなもんに金使うってやついないんちゃう。ド派手なもんに言うじゃないですか。いやこいつ違うの。ほんとに俺最近気づいた。うまい金出させてるだけそんなことないですよ。でもなんか最近女の子となんかなんかあじゃこじゃわーちゃあお前どうや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 カツ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 こいつ記憶なってきた。 YouTube チャンネル登録者上できてなんかファンがついてきとるもんで、ね、なんかこいつなんか芸能人みたいになっちゃった。キモあ意識してる。はい、彼え、ちょちょちょ、痛い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 、これマジで。まあ僕を出したいだけ本当の僕を出したいだけ、まあ、そんな感じです、はい、ちょっとまとまりませんでしたけど、はい、やっぱ足場の職人は、まあ、青だってことはよくわかりました。まあそうですねそれは確かに。まあでもしっかり金貯めてね、はい、せっかく稼げる職業で俺は金貯めた方がいい。俺は金貯めて貧乏からここまで来たもんな本当に。まあ、ある程度貯めて遊ぶもん遊んで
まあやりんちゃう。そうですね。まとまってませんが。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。せーの、また見てね。